白いんなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。いもんなの私もお姫様になれたらなんてね。イエイ。バイト探し採用ないし、やけになって飛び込む間違いすぎる世界。走りばかり雑用ごかり、最悪なやつなのマネージャー数人です。バレたら最後妬まれるのやだし、生きるためだし、きっとヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。いもんなの私もお姫様になれたらなんてね。私をプロデュースして、髪も服も全部可愛くして、いつか出会う王子様、どこで何をしてるの神様。待ってますから気長に。真摯な振る舞いにドキドキしちゃったんだ。名前なんて聞けるはずない、また会いたいなんて願ってるだけでした。時間が止まってまた会えたね時に、やっぱり恋だ。きっと少女漫画じゃ両思い、ベタでいいじゃん、むしろベタがいいじゃん。モブ女の私もヒロインなる気ありますなんてね。すぐにくっついちゃえばいい、奇跡いらない、いいねシェイクスピア。やっと会えた王子様、まずは名前を知ることだよね。ヒロインらしく自然にバレちゃった最悪のやつらに、これじゃダメだ100フラグビーってどうすればいいの。気持ちなら負けないなんてみんな同じこと思ってて、そこからの勇気と推しが大事なんです。聞いてる？ヒロインなら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。いもんなの私もお姫様になれるのなんてね。自信ちょっとついたよ、当たって砕けたらバカにしてはなぜよ。お願い言ってきますね告白。YES!ヒロイン